孫、平気は、天都教の、第三代教主、朝鮮の独立運動家である。本願は三菱孫氏。陽名は、孫渡る旧。亡命中の金はリサチケン、李佐知県。郷は、義義織。中西北道、清原郡に生まれる。1882年に、老いの誘いで東学に入道し、3年後に、西寺通ると会い、彼の皇帝になった。 1894年の交互農民戦争の際は、中西道に根拠を置いて、北節軍を率い、同じく、全田道に根拠を置いて、南節軍を率いた、全法順と共に官軍と戦った。官軍の討伐を避けるために、元山に身を隠した後は、組職の再建と布教活動に、多大な功績を残し、1897年に、西寺通るの後を引き継ぎ、 第三大教主になった。以後、孫は、東学運動のリーダーだけではなく、近代化運動のリーダーとしても活動するようになる。独立協会等といった、開花派の人物たちと交流し、一部は東学に入校させ、彼らから開花思想を受け入れた。そのような中、東学に対する弾圧が激しくなり、自分を東学に勧誘したおいが逮捕。 処刑されると、1901年に、日本へ亡命した。ここでも、同じ亡命者身分だった、古清省県東鎮、牧栄光、超正し淵等の開花派である元官僚たちと、交流し、上海や明治維新以後改革が進んでいた、東京などを振り返りながら、人材育成の必要性を悟った。このことから、朝鮮の開花を主張する、参戦論を唱えるようになり、 1903年からは青年たちを選抜して日本に留学させるようになった。亡命中は新聞機構などで内政改革論と近代化論を説いていたが、1904年には更新改革運動を起こし、県当賃や後政省とともに進歩会を組織した。1905年には東学をテント教と解消し、1906年には 天ン教を弾圧した大韓帝国が外政の干渉で無力化したことから帰国した。しかし、天ン教内部では一審会の総兵春、李広九等の新日勢力との反目が激化し、孫は一審会の人物たちを教団から追放した。1919年には3.1独立運動を主導した。独立宣言書を朗読した後、警察に逮捕され、 懲役三年の刑を宣告された。病気により保釈された直後の1922年に亡くなった。1962年に大韓民国政府から建国勲章が贈られた。ありがとうございます。